行きましょう。はい、トラックの、はい、すごーい、すごい、一瞬で治った。そうです。おはようございます、大草心です。今日は恵比寿にあるシミュレーションゴルフ、ゴルフプラスさんにやってきました、ね、今回はですね、ゴルフプラスさんにやってきた理由はまだ言えませんが、施設を見てびっくりです。広い、めちゃくちゃ広い。ブースも2つあるんですが、超ゴージャスなシミュレーションゴルフですね、これ。さらにね、向こうには個室もあるんです。すごいですよ、椅子もこんなにあって、もう何人 ?8 人ぐらい行けそうですね。そこでですね、私がなんでここに来た理由を説明しましょう。このゴルフプラスさんにやってきた理由は、実は私のゴルフというのはもう9年やってるんですけれども、ゴルフに波がある、まあ、うまい時もあれば、いい時もあれば悪い時もある。で、今年は競技にもチャレンジしようと思ってるので、ゴルフの安定を目指すために、実は今日は最強の兵器を呼びました。お願いします、トラックマンのヨシさんです。ありがとうございます。お願いします。トラックマンです。トラックマンです。今日はですね、このレーダーを使って、三枝心さんのスイングをですね、丸裸にしたいと思いますどこが悪くて、なぜ曲がって、なぜ当たらないか、でどこにボールを置いたら一番まっすぐ行って一番飛ぶか、それをですね、すぐにこの機械を使えば解析できますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、私もうなんか今まで感性でやっぱゴルフをやってたので、もっとロボットみたいにとか、なんかもう正確に、わかります、常にロジカル的に、そう、はい、あのボールを飛ばしていくっていうための一つのツールとして、世界の選手が使ってるトラックマンですから、はい、これ使えばかなりレベルアップしていきますから。本当ですか。はい、多分今までかかってきた9年間、うん、はい、何やってたの何を教わってきたのっていうぐらい、あ、なるほどなっていうのがすぐ分かります。なんでぜひ、めっちゃ期待してます。もう本当にこうトラックマンっていうものを知って、わ、もうこれしかないなってずっと思ってたんで。ありがとうございます。その通りです。いや、もう今日はヨシさんに全てを丸裸にされ、頑張りたいと思います。頑張りましょう。お願いします。お願いします。で、ターゲットは必ず ここにしてください。これがピンだと思って、これずっと置いておきます。まあ、これ当たっても、はい、エリートグリップのワンスピードは壊れないですか。大丈夫です。はい、ではドライバーから打ちます。ダブった。もう1球ぐらい打ちますか。いや、大丈夫です。あ、もういいです。やりましょう早い、トラックの早い。大丈夫です、大丈夫です。なぜ曲がるか、なぜ安定しないかですね。曲がりが、うん、左右になんでボールが動いてしまうかっていうところで、まずターゲットに対してゴルフのスイングっていうのはどう動いてるかっていうのを知るのが必要なんですけれども、はい、ターゲット、この白い線が目標方向ですね、はい、これに対してブルーの線が今、私の軌道、そうです、ドライバーの軌道です、なのでアウトサイドインなんですよ。おー、で、これだけアウトサイドインだとボールはまっすぐ出たとしても右にも行きますし左にも行きます、うんうん、両方行くので、理想はこのブルーの線と、はい、これ軌道ですね。で、この赤い線、これはフェースの向きです。インパクト時の、はいはい、なのでフェースの向きと軌道の方向が同じであればボールはずっとまっすぐ行くんですけれども、これ違いますよね。こっちすごい左に行っちゃったんです。そうです、ストレートボールを打ちたい場合は、はい、この軌道はブルーの線は白の線にまっすぐなぞるべきです。じゃあこれをどう直すかっていうところが一番皆さん悩むんですけども、うん、今なんか頭のパニックになっちゃって、そうですよね、でも実はものすごい簡単な、今はターゲットに対してこういうスイングじゃないですか、はい、こうなってますよね、うん、これをスイングを変えずに、これどうやってまっすぐするかわかりますか。向き、そうです、それをすることによって自分のスイングを変えずにクラブがまっすぐ動きます。
こう打ってるんで、そうですね、こっち向いていけば、体は、右向くんですけど、うんうん、クラブはターゲットに対してこうやってまっすぐ、うんうん、どんどんこう、何ですか、こうやってクローズ、そうです、でも体だけクローズしてもしょうがないんで、全体的に自分が右向いて、こっちが正面になる、そうです、でこれに対してスイングしていけば、まっすぐって、だちょっと試してみます、すごい、スイング変えずに。面白い。どうですか？見たいですか？見たい。あ、すごい。あ、すごい。一瞬で治った。そうです。今でどういう感じのなんかこうバランスなんですか？数字見ます？数字で見ると、この数字がクラブパスってこうちょっと英語なんですけども、はいはい、これがターゲットに対して自分のクラブの動きですよね、はいはい、これが0だったらスクエアです、はいはいはい、でプラスまあ 0.6 なんで若干ですよ、ほんのちょっとプラスは右になるので、ボール打ってから少し右にクラブが抜けたってことです。0ですね。ちなみにこの前のやつは見れますか？見れます。マイナス6です。うわ、全然違う。だから自分が6度今右向いただけです。で同じスイング、すごい、この一瞬でもプラスとマイナスがこんな変わる。変わります、変わります。でこれが曲がりで、はい、これプラスこのフェイスアングル、これはインパクト時のフェイスの向き、これマイナスですよね。そう、これめあの1個前はマイナスですね。で両方マイナスなので、は左です。マイナスは常に左って意味なんです。こういうことになってるんですか？そうです。だから外から入ってきてインパクト時の時にフェイスも、そうだからボールはチーピンボールですよね。出るチーピンボール、そうこの2つのデータを知ることによってなぜボールが曲がってるか、要するにフェースの向きで曲がったのか、軌道で曲がったのかっていうのがあります。最後のショットを動画で見ると軌道は直りました、いいじゃないですか、はい、でもフェースがちょっと左向いてますよね、ターゲットより赤い線、確かに、はい、こうするとボールは左に行ってしまう。でもみんな左にボールが行くと軌道を直そうとしますよね、うん、まあ、右に行ってもそうですけど、うん、スイングをいじろうとしますよね、うん、いじろうとする。ある程度ゴルフできる人はもう自分のプレーってもう決まってるんですよ、一つしか絶対ない。その人の体型によってそれがこうフラットだったりアップライトだったりっていうだけなの であとはその人、あとはアウトサイドインだったりインサイドアウト、今日フラフープを持ってきてるんで、うんうん、それを使いながら、はいはいはい、実際に、あ、なるほどなって分かると思うので、ちょっとフラフープ用意いたします。はい、フラフープやってみました。スイングプレーンっていうものをしっかりターゲットにまっすぐ振りたい場合は今のこれだけで十分です、うんうんうん、ただし、ボールの曲がりに関しては軌道だけでは修正がいかないです。このスイングプレーンがターゲットに対してスクエアでも実際に当たった時にフェースが開いてボールは右に飛んでいきますし、閉じてたらボール、そう、逆にフェースがまっすぐでも軌道がアウトサイドインであればボールは擦れたり、まあ左に出るんですけど擦れて右にとかいうのがあるので、両方見ないとフェースの向きとプレー両方わからない。フェースの向きとプレープレー、そうです。この2つを見ないとなぜ曲がるかと絶対分かる。この2つの要素がしっかり分かれば、ほとんどクラブが振れる人はボールはまっすぐ飛ばすことができます。なんかこう、もうなんていうか、ごちゃごちゃしないでストレート楽ですよね。そう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 、もうこういうプレーンだからこっち向いて、そう、自分のプレーンはそういうことです、はい、なんかいつも、あ、こっち行ったからこっち見てみようかなとか、あ、こっち行ったからこっち見てみようかなとか、プレーンも必ず安定してますから。で、池だから池避けようかなとか、そう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 、そういうのもいらないことですね。いらないです。こういうプレーンはもう1個だから、プレーンは1個です。こっち向いて、絶対にこうやって打とうみたいな。はい、以上。急に終わろうとしてる。まあこれは第1弾なんですけど、これはまっすぐ、ターゲットに向かってまっすぐボールを飛ばす方法です。です。はい、次は、自分のヘッドスピードで最大の飛距離パフォーマンスをするためのデータを見ていきます。はい。お願いします。もうゴルフはね、距離がね、そう、本当そう。本当そうです。どこにもなんない。そうなんです。でも、じゃあ今自分が出している。